三界融合というコンセプトを聞いたときに、まあ、正直面白いなと思いました。既存のこう例えばこういうのがいい絵だとかこういうのが彫刻だっていうことを、まあ、再生産繰り返して同じようなものを作るっていうことはまあやっぱりこのミュージアムが引き受けることでは全然ないと思っていて、やはり新しいイメージ、そして多くの人たちが見たいと思う、あるいは見ることによって何か世界の捉え方が違うような、違ってくるような、そういうようなものをやっぱり生み出せる人っていうのがアーティストだと思うんですよね。だからアーティストたちに私たちのミュージアム自体が何か新しい知的な刺激、あるいは感性的な刺激を与えて、それにまあある種こう答えてくれる形で僕らが想像する以上のものを生み出してくれるっていう、そういう場、そういう情報、作品が発信されていく場としてのミュージアムっていうのがすごく重要なんじゃないかなと思って、それをやっていきたいと思いますね。そうですね、やっぱり美術館で仕事をしてたりとか、あるいは美術展が好きとか美術館が好きっていう立場からすると、やっぱりねこういう展示室ってすごい好きなんですよ。でここはあの床がフローリングで明るい色のフローリングで、まあ、壁が白くって、で今作品が何もない状態なんですけれども、やっぱりそこにこう絵が飾られる、あるいは彫刻が飾られる、あるいは空間そのものを作品するっていうことで、この空間が変わっていくっていうのを見るのは僕はやっぱり一番好きなので、まあ今は何もないんですけど、やっぱり展示室好きですよね。だからやっぱ展示室が一番好きです。まあ私は美術作品っていうのは体験するものだと思っていて、まあ作品と向き合った時に何かしらのこう感覚的な刺激を与えてくれる。で与えて、ただそこで心地いいとか、あこれ私嫌いとか好きとかっていうことで終わってしまうと、とても薄っぺらな体験で終わってしまうわけですね。でそれが悪いわけではないんだけれども、実は芸術作品、アート作品っていうのはもっともっと奥行きのあるもので、それをきっかけにしていろんなことを考えたり、あるいは調べたり、あるいはこういう解釈があるんじゃないか、あるいはこの作家はもっと別の作品を作ってるよね、あるいはこのテーマの他の作家はこんなことをやってるみたいなことをだんだんと知っていくと、見え方も全然変わってきますし、いろんなものとの関係も変わっていくと思うんですよね。そういう、 こう自分と世界での関係が変わっていくような体験を、まあ、感じることから、最後自分でこうなんじゃないかっていうふうに解釈をするっていうところまでの経験というものをこのミュージアムの中で、まあ、味わって